地獄の鍋とは1903年に公開されたフランスの映画であるジョルジュ・メリエスによって制作されたサイレント映画でもある悪魔の仮面と歪んだ紋章が飾られた中世風の部屋にて二人のサタンが笑顔で鍋の準備をしているところから映像は始まるまず片方のサタンが貴族の女性を連れてきてもう一人のサタンに引き渡すそのサタンが女性を布で包み 鍋に布ごと女性を投入すると鍋から大きな炎が上がりを喜びする。次にもう一人のサタンが二人の従者を引き連れ、一人を後ろの椅子に拘束し、もう一人をサタンに渡す。サタンは体を持ち上げて鍋に入れ、炎が上がると鍋の周りを回って喜んだ。その後、椅子に拘束した従者をそのまま鍋に投入し、鍋は炎を上げる。 もう一人のサタンが鍋の中身をかき回すと、三人の幽霊が順々に鍋から現れる。幽霊は火の玉となり、サタンに襲いかかる。焦ったサタンは自ら鍋に入り、炎が上がって映像は終了する。メディアを再生する全体の映像メリエスが1903年、以前に制作した映画のうち、特に人気のあった月世界旅行は多くの海賊版が制作され、 市場に流通するようになった。これにより、アメリカ合衆国での工業収入が減少したため、メリエスは、以降の映画制作時に、欧州向けとアメリカ向けとしてそれぞれネガフィルムを作るようになった。これを行うために、メリエスは2本のネガフィルムを同時に制作することのできる特殊なカメラを開発し、撮影した。2000年代に入り、 フランスの映画会社であるロブスター・フィルムスの研究者たちがメリエスによる2つのレンズを利用した撮影技法は意図的ではないもののステレオカメラの機能を模したものであり2つのフィルムを合わせて放映することで 3D 映像のような効果をもたらすことを発見したそして2010年1月にシネマテイク・フランセーズで行われたロブスター・フィルムスの創業者であるセルジュ ブロンベルグのプレゼンテーションにて、同じくメディエスが制作したザオラクローブ・デルファイと共に 3D バージョンの映像が放映された。この放映を鑑賞した映画評論家のクリスティン・トンプソンは放映された2本の映画をまるでメディエスが最初から 3D 映像として制作したように見えると称賛した。ブロンベルグは2011年9月に 映画芸術科学アカデミーにて開催された、プレゼンテーションで上記の2本の映画に加えて、メリエス製作の映画であるエル・アルケミーストパラファルガルマスーラコルヌ・インフェルノレを上映した。ハモンド、ポール、マーベラス・メイレズ、ロンドン、ゴードン・フレーザー、P142、ISBN 0900406380、ABCD、A ジャーニー・スルー・サイレント・フィルム、S タイム、 カラースペースフリッカーレー、2020年8月8日閲覧 AB パリファンインアットリースト3ディメンションズデビット・ボードウェル S ウェブサイトオンチネマ2020年8月8日閲覧ありがとうございます